はい、ぬるじです。今回は明石市の方で、時のウィーク2022っていうのがイベントされてるんで、ちょっとお邪魔してみました。じゃあちょっとぐるっと回ってみましょう。あ、新しい T シャツが出来上がりました。よろしく。チョメも新しい T シャツ着ております。あ、結構にぎわってますね、ここも。音楽が流れてますけど、明石のロケは2回目になるんです。明石はね、4、5線通ってるところなんで、まあ、時の町っていう感じなんで、明石といえばたこ焼き、明石焼き、ただ4、5線の町って感じやね。出店も結構出てますから、ちょめ、なんか高太郎か。あ、さあ、何がええやろね、ゼロチーズ。食いもんやろ。どうせ食いもんだろうやろ。これは何、お伝えされたホームページ、SNS、よろしくだそうです。はい、はい、フォローしてゲットに、ね、なるほど、皆さん見てやってください。これやね、皆さん暑い中ご苦労様ですね。消火器の練習やね。あ、これはかっこいいですね。うん、これめったに見られへん。これは見られへんね。ちょっとまた食い物の方ばっかり映しようか。ちょっと一周回ろうか。はい、こんなに賑わを持てなかった。から T シャツ着といてよかったな。さすがにつなぎはちょめ汗だくやで。月の町2022のイベントっていうけど、このなんかそれに関わるイベントってなんかしとんかな。なんか本当やね、出店は予算出とんやけどな。なんかで、あのゼロ時先寄ったあのプラモデル更新パンいるか。見ててください。これ宣伝しといていいかな。はい、お願いします。どこのやつ。デマージュってやつ。デマージュ。デマージュだそうです。明石にあるのかな。ということです。あ、はい、はい、すみません、ゲットしました。あ、すいません、こっちやね、ほら。あ、こっちか。ちょっとなんか、ここでゼロ時ハイポーズ。あ、何がドドドドやね。何を言うとくだって、ドド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 
動く模型コーナー。え、どういうことは 0G の DVR も接続ですか。いやいや、あれ飾っとるだけ。え、 0G の SD ガンダムは。あれか、あれ動かんの銅像や。プラモデル更新です。はい、こんにちは。コッパジーやここだけチョミの頭やけど。ああ。なんでね、こうこうとしたもん。結構人が要素出ようか。ありがとう。 ありがとうございました。あ、はい、はい、すいません。これはどこがイベントを行ったのかな。あ、公益法人公園協会。ちょっとマスクの中が汗だくなんやけど。どうしてもね。でもまだ出るし、今からですよ。いや、ちょめ帽子かぶらなあかんで、なんかあの帽子かぶったら、ちょめのトレードマークが消えてしまうから。いやいや、もうなんかあの見るに見かねてよ。なんかあのスズメのお腹みたいな髪の毛になってます。スズメのお腹それ、出るしもう明日からもうちょめやめてチュンチュンにしますわ。あ、ほんまやわ。T シャツチュンチュンにしたいなって。はもうごめんごめん。チュンチュンにアカシアットチュンチュン。チュン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 。誰かチュンチュン雇う。チュンチュン雇う。もう時給ないけどな。ゼロ G トーク爆裂やないか。参加したい人だけあの出てもらったら。なんか今から音楽フェスでもしてんかな。またコーナー。テーマソング歌おうか。ゼロ G チャンネルさんが聞きました。イエーイ。しらしら。あの老眼ね。イベントがないときにこういうとこ出ただけ散歩道だな。そうですね、本当に。そうですね、最近なんかゼロジーの生歌があんまり残念やなっていうで、もっと生歌を出してほしいと。いやいや、君に歌ったところでさ、しゃあないやろ。俺の歌君に披露したってな。てか、視聴者も誰も望んでないって。生歌聞きたいなって書いてそう。また考えとくわ。あの基本人その場で思いついたことしか出てこへんからやな。予定も何も、まあ、前の日に立てたりせえへんからその日に思いついたことをその日の YouTube にあげる感じやから。あ、ゼロジーなんかいろいろありますよ。食いもんやな。ああ、まだ食いもんやな。タコス、タコス、タコスがあります。こういうあれやな、タコ入ってるデリバリーというか。手で食べるやつからしいですよ。これしたかったな。はい。ゼロジーが前挑戦したゴルフレッスンコーナーがありますよ。何ゴルフレッスンコーナー。もうこれ以上ゴルフで上げたらしゃあない。もう俺は当たるだけで十分ない。前に飛びゃいいや。でもあれは神がかりの3連発がありましたね。いや、一番俺自身が驚いた。まあ、分からない人はゴルフ編最初の方なんですけど、見てもらったら分かります。じゃあぜひゼロジーチャンネルゴルフ編を
ということでね、本日ね、明石の方にお邪魔させてもらいました。思った以上にね、人がたくさんおられて、ワイワイライブね、賑やかに良かったんじゃないかなと思います。またね、これからと地方のロケの方ね、行きたいなと思いますんで、またその時は温かい目でよろしくお願いします。では、また次回の明石ゼロチャンネルもよろしくお願いします。あれは誰だ誰だ誰だあれは誰だ誰だ誰だあれはゼロリーゼロリー。結構ソプラノやね。結構たくさんの人おったな。またね、何かこんなイベントがあったらね、お邪魔したいなと思いますね。来るなって言われるかもですけど。いや、あのゼロジーチャンネルはあの地域密着型ですからね。おもとはだけやけどな。こういうあの地域の情報を寄せていきましょう。